たか。ほんとすごい数だ。これほどとは。スレイさん、力が解放されるというか、新たな力が湧き上がるというか、そんな感覚はありませんか？特にそんな感じはしないけど。さすがにまだですのね。こいつらどんだけいるんだよ。スレイさん、急いで突破しましょう。うん。必ず逆転できます。行くぞ。まずは道を開けます。こっちだ。はっ。炎をやっぱり左を押す。これどうだ。頑張りましょう。行くぞ。天狼は蹴散らん。逃がさない。負けやがれ。蹴散らん。逃がさない。行くぞ。負けやがれ。何、ライラ。スレイさん、同志の真の力を見せる時です。同志の。私の真の名を捧げます。これが君の。その名を唱えるのです。そして溢れる力をとどめ身にまとうのです。それこそが同志たる者の真の力。わかった、やってみる。はっ。行くぞ。ポエスメイマン。これがカムイですわ。すごい力がみなぎってる。よし、一気に沈めてやる。燃ゆる畳みかけろ。前提のトリッキーな動きに注意です。バニーエコー。燃ゆる演武滅戦。焼き捨てて有限残火。バニーエコー。焼き切る。燃ゆる熱陣。燃ゆる連絡。決まったな。スレイさん、素晴らしいですわ。カムイこそ同志たる証。これで本当の意味で同志となったのです。でも危なかったな。土壇場で力が目覚めたってことなのかな。はい、一時はどうなることかと思いました。本当に素晴らしいですわ、スレイさん。そんなに褒められると照れるな。スレイさん、もう氷河は倒したことですし、そろそろカムイを解きませんか？どうやるのかな。は？解けないんだけど。そんなことってあるんですの？こっちが聞きたいよ。なぜか大地の記憶も見れないかと思えば、信じられない速さでカムイの力を発現させ、そして解除できないなんて。スレイさんははちゃめちゃですのね。はちゃめちゃ同士。ライラ。あ、溶けた。カムイを発動した後は自然に溶けるのを待つことにしましょうか。しばらくすればきっと自在に操れるようになりますわ。そうだね。